五千和歌集、漢十二五千和歌集は、村上天皇の加盟によって編纂された二番目の直線和歌集。題裁は、古今和歌集に習い、春、夏、秋、冬、恋、像、離別、画家の二十巻からなり、総歌数は千四百二十五種。離別歌と気流歌とを、画家と相性歌とを合わせて収めたところが独特である。五千和歌集には、 古今和歌集のような序文が付されていないため、その成立年次は不明である。だが、天略5年10月、宮中の商用者に、千和歌書が置かれ、そのよりうどに任命された、源順、大中富義信、清原本助、坂上望城、騎次文が中心となって、万葉集の訓こと、新たな直線集の編纂にあたり、 藤原これまが別当となって、それを統括した旨、師匠に見えるので、遅くとも、天略末年には騒乱されたと見られる。奥村常也は、作者名の表記の仕方から、天略9年から天徳2年の間に成立したと、する。また山口博士は、天略7年10月28日に、交代後,退後、藤原恩氏により商用車で聞く合わせが開かれており、恩師は、 翌年商用者で没していることから、その頃には完成していたとしている。しかしいずれの説も、定説とはなっていない。また、序文がないことや言葉書きが物語的であること、ブダテと配列の乱れ、歌の重質などから、五千和歌集が未抵抗であったとする説が古来からあり、藤原清介や北村紀麟、中山 B 氏などが主張している。 村瀬敏夫は、天徳4年9月23日に、代理の火災があり、その際に双乱坊が炎上したために、総坊坊がルフ氏高生に伝来したのではないかと、している。前代の古今集と違うのは、戦者の歌がない点である。古今集先進から44年しか経っていないことも、あり、吉良幸、伊勢、藤原兼助ら、古今時代の歌人が再び主役を演じた。 日周を果たした、東大歌人の中で、上位は、藤原諸介、銅、佐根り、銅、厚忠などで、検問の作が多く取られているが、中塚さ、うこんだ東大の女流歌人の活躍も見られる。また、歌物語の影響を受けてか、言葉書きが長文化した。これについては、上記のように、未抵抗であるため、物語的な言葉書きが残ったとする見解がある。 歌法王や藤原時平、中平と伊勢との間の贈答をはじめとする贈答家など、貴人の日常生活に基づいた、家の歌が多いのもこの州の特色である。ありがとうございます。